子たちで、ちょっと挨拶とかでもしてもらえるといいのかなと思います。すごくあの普段は、アプリ開発をやってます。で、今回参加した理由は、なんか東京 ×IoT ってすごい面白そうだなと思って参加しました。美術大学でメディアアートと企画を学んでいます。で、このハッカソンに参加したきっかけは、まあ、技術力とか作品を増やさなきゃいけないみたいなところもあって、まあ、とりあえず手を動かしに行こうと思ってハッカソンに来てみました。僕は LINE 株式会社でエンジニアとして働いていまして、今回は LINE の API であるとかプラットフォームの機能を使ってリーサスと組み合わせることでどんなことができるだろうかっていうのを、自ら何かサンプルを作ってみようかなと思って参加させていただきました。いや、今まではドキュメントを見るぐらいで実際に物を作るってことはなかったんですけど、いい機会なので今日は実際に作ってみようかなと思っております。今回ちょっとハッカソン自体は初めて参加なんですけども、普段は中小企業向けの経営コンサルタントでやってます。で、なんていうんですかね、いろんな方と出会えるし、新しいアイデアも出てくるし、自分自身もちょっといろいろ勉強したいなと思って今日は参加しました。今回は、ハッカソンに初めての参加になります。普段はですね、企業で、研究を行っております。今回はですね、会社で、ハッカソンをやろうということになりましてですね、じゃあハッカソンってどういうものなのかなというのをちょっと知りたくてですね、こちらの方に参考しました。ぜひいいアプリを作りたいと思います。普段は電機メーカーでエンジニアをやっていて、今音声合成を使った新しいサービスの開発をやっています。なのでプログラマーです。でハッカソンは結構よく出てまして、で先週も別のハッカソンに出たりとか、なので今回リーサスのハッカソンは面白そうだったので、参加しました。普段は、エンジニアとして、システム開発を主にやっていますと。リーサス のハッカソンに参加したのは、友人に誘われたので、いろいろちょっと経験してみようっていうところで参加していますと。主にリーダー的な感じで、まとめ役やってますと。うまくやれるように頑張るんで頑張ります。はい。普段はウェブ系の IT 企業でそのバックエンドの運用開発を担当でやっています。今回参加するきっかけになったのが、その会社の先輩に誘われて参加することになりました。自分としても普段書くことが少ないので、そのプログラム書きたいって思いがあって参加する気持ちでやっています。じゃあリーサスハッカソンを今日始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ですね、ちょっとまず僕が何者かっていう話をちょっと紹介しておきたいと思います。とですね、僕はドットスタジオという会社の、のびすけと言われています。とですね、これのびすけ本名ですかってよく言われるんですけど、本名ではないので、はい、皆さん騙されないでください。でまずハッカソン初めてって方が結構さっき手を挙げてもらった方が多かったんですけど、ハッカソンって何かっていうとですね、ハッカかけるマラソンの、統合ですね、掛け合わせ、24時間とか時間を決めてハックし続ける、走り続けるみたいな感じの、言葉を合わせた、造語になったんです。もともとはシリコンバレーとか西海岸の方も、アメリカの西海岸のエンジニアたちの文化ですね。エンジニアたちが自分の力試しをしたくて、この時間内に俺の方がすごいもの作れるぞっていうのを、競ってたっていう、遊びみたいなところから始まったものですね。でそれが最近だと、こういった T シャツの会も含めてなんですけど、さっきの、紹介した養老の滝だったり Teams みたいな企業たちが、参画してきて、せっかくそういうエンジニアが何かものを作るんだったら、テーマを含めてこうなんか実際に役立つものとかビジネスにつながるものを生み出していったら面白いんじゃないかっていう風な側面に、最近は日本国内のハッカソンは、流れていってる、そういう流行りになってるなっていう感じですね。でそんな流れで、やっぱりエンジニアだけではなかなかビジネスサイドもデザイン面も考えられないなっていう話があって、エンジニア、デザイナー、ランナーを集めて、チームビルディングをして、そこから、短い時間でサービス開発をしようっていうのが、多分今の現時点でいう日本国内のハッカソンの定義は大体そんな感じになります。はい、改めまして、おはようございます。私、チームラボの常波と申します。よろしくお願いします。で、2014年のお盆ぐらいからですかね、
リーサス、今からご紹介させていただくリーサスというものの開発に携わっています。で、今日リーサスのハッカソンということで、そもそもじゃあリーサスって何なのっていうところを冒頭のインプットとして約10分ぐらいお話していったらなと思います。で、リーサスで、まあ、こういうページが出てきます。まあ、そのリーサスの中には大きく人口だったり、あと地域の中でどういう風にお金が回ってるのかな、どういう風に循環してるのかなっていう地域経済の循環マップっていうものだったり、あと産業の構造だったり観光、あと雇用、医療、福祉っていうような、その、まあ、地域の人の流れだったりお金の流れだったりっていう部分がどういう風に回ってるのかっていうのを可視化するツールになっています。で、今日は、1個観光をテーマにしてインプットさせていただきたいんですけども、実際に福島県に南会津町っていう町があるんですね。で、南会津町はその今まではずっとそのスキーの観光客だったりっていうのがめちゃくちゃ多くて、スキー場が多くて、で、そこには旅館があって、で、一泊泊まって温泉に入って、で、翌日日曜日に帰るっていうのがかなりその主流なルートでしたと。でも今スキーの観光客っていうのがちょっとずつ減っていますと。で、どうにかしたいですっていう地域の課題があって、で、そこで何かしらその施策を打ってくれませんかっていう話がありました。で、そういった時にリーサスだったら簡単に見れるんですね。で、これ上がその南会津町の時間軸になっていて、で、1月から12月になってるんですね。で、左から1月から12月になっていて、で、スキーの観光客はまだ減ってはいるけど、過去に比べたら。でも、スキーの観光客は一定以上来てるっていうふうに、あの福島の方が言われてたなと思った時に、じゃあそれって本当かなって思うと、やっぱ本当なんですよね。で、赤い線が休日にどれだけ福島県のその南越中に人が来ているかっていうのを表してるんですけども、2月の今緑で囲ってるところがダントツポツ多いと。で、もう確かに春夏に関しては人がほとんど来ていないっていうのが分かりますと。で、もう一つ、その人が泊まらずに日帰りしてる、そのスキーに来るけど今まで泊まってたんだけど、もう南会津から夜には出ていってるっていうのを話として言っていました。それも本当なのかなっていうのを見てみると、下のグラフは、0時から23時までの時間別でどれだけその南会津町に人が入ってきてるかっていうのを見ていました。で、対象のその冬のシーズンを見てみると、今ここ緑色で囲ってるところが、夕方のお昼の15時なんですね。で、15時から16時のところにかけてかなり傾きが下に下がっていっていて、で、スキーってやっぱりみんな暗くなる前にそのちゃんと安全に帰りたいんで今降ってるし、ちょっと早めに切り上げたりするような特徴だと思うんですけども、本当に15時ぐらいになると人がガクッと減ってるんですよね。じゃあその南アイルの人が言ってたけど、やっぱそれって本当なんだ。でもじゃあその今来てる人たちは上のグラフ見る通り一定数はいますねと。じゃあその人たちはその必ず今後も守っていかないといけない人たちなんで、まずはその人たちを囲い込むっていう策プラス、じゃあ新たにどこの地域の人たちをそのスキー場に呼び込んでいくかっていうのを考えていきましょうって見たときに、じゃあ今来てる人たちってどこの地域から来てるんだろうっていうのもリーサスだったら見れるんですね。で、それの課題が本当に、言われてたことは事実なんだなっていうところの認識合わせっていうのをリーサスを使うと本当に簡単できますっていう事例でした。どういった地域をターゲットするのっていう部分の一部でいいんで、そのリーサスを使ってデータで裏付けしたハッカソンになると今回はいいんじゃないかなというふうに思ってますので、簡単ではありますけどもリーサスの紹介でした。ありがとうございます。ちなみに東京出身の人ってどれくらいですかね。東京出身だよ、半数ぐらいですね。はい、ですね、このリーサスハッカソン、他の地域でもやってるんですけど、他の地域、この間僕が岩手でやってきたんですけど、この時はこのキーワードを岩手にっていう話にしてました。で、各都道府県、各地域で、その、まあ、リーサスハッカソンという時、まあ、各地域のその地域特性っていうのを見た上で、アイデアを考えてほしいなっていうことを、言っているんですけど、まあ、今言った通りですけど、東京でいうと逆に特殊で、まあ、東京ありきの他の地方みたいな話になると思うんで、東京で、その東京の課題を考えるっていうところに縛る必要はないかなというふうに今回は考えています。なので、まあ、東京でやってるの で、まあ、なおかつここの、多摩地域というか、まあ、西東京の方でやってる、まあ、ここの地域課題っていうのを考えるっていうのも一つですし、まあ、それ以外、
まあ、この地域のこの課題に着目して、こういう話をしますよっていうのでも、今回問題ないです。で条件ですね、作るものの条件としては、DSAS API を利用したものの、DSAS を用いて、実施した分析結果より、まあ、データを用いたものとで1または2、これがまあ一応条件になっています。でですね、今回の、審査基準についてですね、審査基準が他の地域とちょっと違うところが5番で IoT 用途というのを今回、入れています。でまずはですね、独創性、あとは完成度、ここはやっぱり今回やってるハッカソンっていう意味合いを考えてほしいんですけど、ハッカソンってやっぱりその物が出来上がるっていうところをエンジニアリングが発生するとか、まあ、クリエイティブが発生するっていうところが重要かなと思っています。なのでそこのキーワードとしては完成度っていうのを入れ込んでいます。この2日間でどれくらい、クオリティを上げられるかって話ですね。つまりその面白いアイディアだったとしても完成度が低かったら、そこは、まあ、限定になってしまうよっていう感じですね。でデザイン性、まあ、デザイン性もそうですね、まあ、全体的な話になるんですけど、このデザインって言葉はすごく広くなってしまうので、まあ、単純に見栄えがいいものっていう表現よりは、どちらかというと、まあ、そのユーザー体験も踏まえて、考えられているもので、4番目、これが地域活性度、これがですね、まあ、その地域らしさってところですね。他の地域じゃなくてこの地域のこれなんですよっていうのは、まあ、あるといいかなと。で5番、ここが、今回、IoT ハッカソンっていうところもあるので、その IoT 要素が組み込まれているかっていうところを組み込まれているかっていうのを1個最後の評価基準として入れています。ここすごく、難しいんですよね。結構スライド注意点として5番目のところに対しての注意点ですね、まあ、IoT インターネットシングスって言った時にデバイスを絶対に用いないといけないのかっていう話になると、まあ、それ必ずしも、必要ではないです。でただ今回この後に説明するんですけど、基本的な、センサリングだったりとかを扱えるような開発ボード、初心者向けのプロトタイプボードみたいなものを全部って言ったらあれですけど、ここにあるもので大体できるっていうぐらい、用意しましたの でこれレンタルできますので、これ後紹介します。でできるだけこの今回のそのまあ、元々のこう趣旨としては、リーサスでハッカソンをやるって言ったときには、リーサスのデータや API を使った事例をもっと増やしたいっていうところがあるんですけど、そこを考えたときに、まあ、今回はこの IoT×リーサスっていうのをまあ意識してほしいなと。で、これを踏まえての IoT×リーサスの事例っていうのが、今回のハッカソンから生まれてくるといいなっていうのが、まあ、主催側の意図としてはあるっていう。ここの部分を意識してほしいなって、だからの、審査基準の5個目っていうのを今回入れています。条件に入れるかすごい迷ったんですよ、ここは。でも条件には、しないで審査基準のところにしました。なので今回は、まあ、特にその辺を意識しないで自分たちの作りたいものを作るっていう話でも全然問題ないとは思うんですけど、まあ、審査はこれを基準にして行われますので、IoT 要素を盛り込んでいた方が、まあ、上位を狙えるだろうっていうのは現時点で言っております。で審査員にも同じインプットをして、審査員の方々にもその辺を意識して見てもらうっていう形になりますので、上の方の順位狙いたいなって人はここを絶対に意識した方がいいです。はい。であとこれも、最初に言っておきます。ですね、最終発表2日目の夕方ぐらいに最終発表があるんですけど、ここの発表のスタイルですね、プレゼンプラスタッチ&トライ。でタッチ&トライっていうのは何かっていう と、まあ、展示会とかをイメージしてもらうと分かるんですけど、審査員に各テーブルを回ってもらって、各テーブルで、そのデモを見せてもらう、実際に回ってもらうっていう、時間にしています。つまり何かっていうと、ここでエンジニア的な完成度を盛り込んでほしいなっていう意図がありまして、つまりそのアイデアプレゼンだけで勝ってしまうっていうものは、まあ、良くないよねっていうふうに僕は、まあ、思っていて、やっぱり何かっていうと、ちゃんと物ができてるか、デモをして触れるぐらいの完成度になってるかっていうところを、見たいなっていう、そういう意図があって、プレゼンはこれちょっとチームがこの後チームビルディングをして何チームになるかっていうのによってちょっと時間は変動
するので、またそれは適宜案内を出すんですけど、まあ、1話あたり1分半から2分ぐらい、それぐらいでとりあえずコンセプトのプレゼンを最初にしてもらうと、でその後に審査員にはブースを回ってもらって、実際に触ってもらうと、そこでデモをしてもらうっていう風な形になります。でこれが最終的な、発表形式になるので、なのでですね、プレゼンだけで済まそうと思ってるチームが今いたらもう終わりますよっていうのを言っておきます。そういう回ではないです。ちゃんとハッカソンなのでものを作りましょうっていう回になってます。はい、でですね、今回ですね、まあ、こういう形の企業さんに協力していただいてます。で、この賞についてなんですけど、まあ、最優秀賞一つ と、まあ、現状だとリカイノベーションさんのところが賞を提供してくださるっていうのを言っています。もしかしたらどうなんだろうな、これ交渉次第ですけど、ラインさんも賞を出してくださいよって言ったら出してくれるかもしれないと僕の中で勝手に思ってるんですね。でラインさんからはまあ技術協力ということで、ラインのステージング API 周りの、話のインプットをしていただくっていう形になります。でその後にチームビルディングに入って、チーム決まったら各チームでアイデアソンしつつ、各チームで昼食を取ってもらいつつで、ちょっと時間が14時って書いてるんですけど、これ多分アイデアソンとかのチームビルディングとかの時間によってちょっとこの後の流れが変動するかなと思ってます。で19時に、解散という形になります。2日目はですね、まあ、今日と同じような感じで9時半会場でバーッと進めていって、だいたい5時ですね、5時8分終了で、審査会という形になっていきます。はい、チームビルディングなんですけど流れを説明します。でまずはですね、個別にアイディアを別で個人ですね、個人ワークをまずやってもらいます。で10分間テーブルに紙とペンありますかね、皆さん各自のところでちょっと近くにやって配っていただいて、それでですねやってもらうことが、まず今回のハッカソンで、まあ、こんなアイデアを実現したいとか、こんなものを作ってみたいとか、そういったものを、10分間でまず個人で考えてもらいます。でその後に、ちょっと時間考えたら20秒にしようかなと思ってます。全員ちょっと時間もあるので、そうですね、20秒ピッチ、まあでも20秒なので、まあ、ざっくり一言こんなことをやりたいっていうのを簡潔に話すっていうのが大事かなと思います。でそれを全員行います。全員です。13分までしますかね、11時13分までの10分間で、個別にアイディアを考えて、紙に書いてください。じゃあスタートです。買い物とか料理だと思ったので、買い物とかで、まあ、在庫とか
ンセルがあった時に、そういうのを API で今すぐ通知できるようなものっていうのを考えました。以上です。ありがとうございます。今日もですね、みんなうまいですね。私は西の方っていうことが話題に出たので、西の方っていうと農業かなと思って、地産地消を何かこうアナウンスできるようなものを作っていきたいなと思いました。以上です。地方の観光業活性化のため、リサーチで調べた、人口密度の低い地方を訪問した外国人観光客が、まあ、人がいなくても LINE ボットにて位置情報とプラスアルファできれば帰りの道順を提供できるサービスがあればいいなと思いました。これは僕はその旅行が好きなんですけど、まあ、ふらりと立ち寄った地域だったり、まあ、乗り換え時間が長いような地域で、まあ、時間の使い方に困ることがあるので、まあ、短時間で回ることができるような、まあ、観光地を提案してくれるようなサービスを作れればいいかなと思います。アイデアはありません。エンジニアです。IoT をちょっと絡めたいなって考えたと、あと LINE のボットは作れます。 LINE のボットアワードファイナリストです、あとマイコンはちょっと触ります。自分は位置情報を安くビッグデータを使う何かできないかなというテーマをしたいと思います。例えばインスタリッチなんですけども、インスタとかの地方に行くと、あるインスタ映えのするような写真を買ってくれる、まあ、レコメンドしているというそういったリッチなインスタとかいいかなというふうに思います。以上になります。今日は楽しめる東京と、まあ、多様性が高い東京だと思っているので、まあ、活発なコミュニケーションが生まれるようなサービスを考えられればいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、まだ東京で消耗しているの、ちょっとパクってしまっているんですけれども、エンジニアとかですね、企業家がリーサスを使って、まあ、移住しやすいと、仕事になりやすいと、そういったところをこう、情報提供するということを考えています。で、あと位置情報を使ってですね、例えば通勤時間とか、実際リアルにどれぐらい、時間を使っているのかとも知っています。終了です。私の東京僻地っていうことで、360度ライブ VR をやるようなやつを作ろうと思います。まあ、東京で、なかなか行けないところ、奥多摩のとか、硫黄島とか高尾山の硫黄とかね、そういうところで、まあ、YouTube VR でちゃんと集計できる装置を作ろうと思って、一応物を持ってきてます。はい、以上です。急加速する高齢化を迎え撃つために、介護資源を東京の各市町村で譲り合うようなものを作りたいと思っています。 LINE ボットなどを使ってどなたか助けてください。お願いします。地方活性化ということで、若い人がもっと地方に行ってほしいというところで、求人倍率とかそういうところに注目して、そういうところの分析データを使って、もっと若い人を地方に行かせられないかということを相手として考えています。はい、以上です。ではですね、ここから、今の話をもとにですね、まあ、通称お茶会、僕が呼んでるんですけど、お茶会をします。お茶会で、まあ、お茶がないかもしれないですけど、お菓子だけかもしれないです。まあ、もしかしたらあらかじめこの人とチーム組むよって感じで来てる人もいるかもしれないんですけど、まあ、できるだけ周りの人の意見とかアイディアを聞きつつ、考えてもらえたらなと思います。現状のインフラは受付の感覚、例えばイベントやって余ったお金を国によって、ここが通信、でも それが今計算できないから、できないですね。そんなされたらやる。Thank you.
はい、皆さん14時半になりましたので、中間発表に行きたいと思います。で中間発表なんですけど、まあ、先ほども言った通り、1チーム1分で、話をしてください。私たち、チームムササビは東京僻地ということで観光を中心した、情報発信をしようと思います。次お願いします。まずはターゲット、メインターゲットとなるのは欧米からの40代から60代の夫婦を中心としてインフルエンサーになってもらうと思います。360度のライブ VR を使った中継をしてベストな場所をの今の状況を知らせること、過去の状況を見れるようにしようと思います。僕らは今病院の受付システムを考察しています。ユースケースはこの通りになっていて、様々な潜在需要ないし問題を可視化していくということを考えています。僕らは、最初に単位をぶっ壊そうっていうのを考えました。世の中に、まあ、メートルとかいろいろ単位あると思うんですけど、それをまずぶっ壊してやろうと思ったんですけど、まあ、そもそも壊す前に、まあ、新しく作っちゃおうっていうので、まあ、いろんなデータをセンシングして新しい単位を作ろうと思ってます。でそのどんな単位を作ろうと思ってるかっていう と、全国のクリエイティビティを測れるような単位をちょっと今考察中です。でそれを何を元に分かるかは今みんなで相談しているところです。はい、私たちチームはですね、まだ東京で混雑しているのというですね、問いかけをしたいというふうに思っております。電車の混雑、東西線のですね朝の通勤、または、レストランの狭さ、まあ、いろんなところあるんですけれども、やはり、働き方改革、生き方改革ということで言いますと、自分の好きな地域で、住めれば一番いいんじゃないか、データも使いながらですね、アウトプットするようなものを作りたいというふうに思っております。以上です。先ほどちょっとご紹介した通りで、専属のツアーコンダクターというのを作ろうかなと思っていて、要は旅行者が一人でこの辺歩いてるときに、あ、ここ何なんだろうな、あ、 LINE でメッセージが来て、ここは西郷隆盛生誕の地ですとかいう風に来るわけなんです。旅行者にとっても面白いし、自治体にとっても面白いみたいなシステムになればいいなと思っております。か急加速する高齢化を迎え撃つ介護資源の譲り合いということで、助けてくれる方がこんなに集まりました。ありがとうございます。自分たちはテーマとして、まあ、外国人や障害者の、東京でのサポートをしたいということで、まあ、広く範囲取りすぎると大変なんで、今回は、まあ、構内っていう駅構内に絞って、まあ、IoT と何かでサポートできたらいいなってことをテーマで今考えています。はい、以上となります。ありがとうございます。じゃあそれでは皆さん、ま、引き続きアイデアソンと、パックを、お願いします。だけどこことかも、まあ、例としては迷子になった経緯、ここ経由で飛ばしていってストックするやり方か、やったら所有権自分のやりましたっていう感じで、こっちの ID を難しそうな方を選択しようっていう話だったので、できない方にできない方にって言ったらちょっと今瞑想中結局なんかね、大したことないことをやって終わろうとしているここが会社一緒で、会社一緒で知り合いで知り合いで知り合いで巻き込まれた、巻き込まれた感じです巻き込まれたそうですね、一応最初から一応このチームでやろうかなと思って一応今日参加したっていう感じです。主要的なところは固まってるんで、
多分行けますよ、はい、結構意を曲折ありましたけどね。そうですね、だいぶありました。だいぶありました。そこはもう見せ所です。頑張ります。エンジニアさんも。お疲れ様でした。進捗って言えば6、まあ、まあ分かんないけどね、まだね、完成度はこれからなんでね、うん、まあとりあえずプロトタイプまでは来ましたけど、ここからですね。1日目で足りないものがいつか出たんで、それをちょっと取りに取ってきてって感じですね。でもやっぱり足らないものがあると深刻な問題を伺いたいですね。印刷が絡まないっていうすごく根本が覆るかね。どうやって絡めようかってところ今悩み出してるんですか。爽やかな、そう思いました、ね、あとはまあちょっと画面を見やすくするだとか、あとあのプレビューの資料を作るとか、なんかそういうのはありますけど、動くもの自体は大体これでいいかな。じゃあ、大丈夫ということで、じゃあ2日目も頑張っていきましょう。よろしくお願いします。なんか入れられない。入れられないんですか。あのパソコンからどうなってるんで、その URL が特定できないんで。はい、それでは、17時になりましたので拍手終了になります。じゃあ皆さん2日間お疲れ様でした。です今回賞なんですけれども、審査員の、5名には最優秀賞の賞、最優秀賞を選んでいただきますと。はい、じゃあですね、発表会の確認なんですけれども、プレゼンとタッチ&トライになります。1チームあたり2分でプレゼンをしてもらい、その後、タッチ&トライで、審査員の方々に回ってもらうという形式になります。これ前倒ししているので、まあ、ちょっと全体的に前倒しにできればなと思ってるんですけれども、18時ぐらい、まあ、終わり次第ですね、プレゼンが終わり次第、タッチ&トライをだいたい40分間ぐらい、で考えています。じゃあそれではプレゼンタイムスタートということで、それではお願いします。はい、それでは、レコナビズの発表を行いたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回ハッカソンのテーマが、自分たちのアイデアで地域をより良くしようということで、私たちはもっと優しい街東京へというテーマを掲げて、考える、
東京をもっと優しく過ごしやすい街になることを目指してアイデアを考えました。まず皆さん、東京といえばどんなイメージを持たれるでしょうか。はい、皆さんハテナが見えますね。そう、企業の街ですね。はい、こういう感じでやっていきます。こういう感じでやっていきます。で、リーサスでちょっと情報を取ってきたところ、これ企業 の, あのパーセンテージなんですけど、まあ、東京が赤いですね。でもこれをもうちょっといろんなところに企業の波を普及させたいという思いがあります。東京で働くというのはかなり過酷なことであってですね、通勤、痛い方ですね、痛い、通勤の方ですね、狭い住居、待ち時間の長さ、混雑した日常と、ストレス感じている方も多いんじゃないでしょうか。現状こんなイメージです。はい、満足度の高い体験をできそうなところっていうのを見つけてこようということをやっております。まあ、一応ターゲットとしまして、欧米からの40代から60代の夫婦をターゲットします。まあ、この人たちがインフルエンサーになりやすいっていうのがポイントです。で、解決策としましては、ここ今後ろにもやってるんですけど、360度のライブ VR を使って、その現地を行けないところっていうのを中継しようと思っております。なので消費者が、ネットにいる場合はウェブサイトを構えればいいわけなんですけど、どこかに行く場合っていうのは物理的に何か対応しないといけない。そういうことで、IoT の出番ですなということになってきます。地域包括ケアシステムというのをご存知でしょうか。厚労省の主導の取り組みで2025年完成予定です。高齢者ができる限り住み慣れた地域で人生の最後まで過ごすことができるように、医療、介護、生活支援を一体的に提供するシステムです。リーサスと IoT 技術で介護資源を譲り合って、適切に介護が受けられる社会構築に貢献します。さっきリーサス API を使って、まあ、その設置する経路とかもこっちで登録してるので、そういうやつを発行します。人がさらにご案内を求めているっていう人がこの緑のところ。あ、これ平均所価これだからちょっと高めですねみたいなことも。今はちょっとリーサスのナンバーの人。これは一般の方かも。その栗がどこに集まったりとか、でこの栗ってどういう風に渡っていくかっていう、こういうそういう高齢者はどのぐらいいるのを見てる、はい、そこの数字が出し切れてなくて。南下にようこそ、目的地はどこでしょうか。ここは実はニオキットを見ていて、それを機械学習的にやっていけばどんどん自動回答ができるようになるか。ミドルも作る次第で行きましょう。ありがとうございます。はい、じゃあそれでは時間をしましたが、最後ですね、表彰式に行こうと思います。はい、おさらいですね。賞はですね、クランド賞とですね、立花賞と最終賞があります。で、クランド賞、立花賞、最優秀賞の順番で、発表したいと思います。じゃあここでドラムロールですね。皆さんじゃあご協力ください。はい、バンチームムササビ、おめでとうございます。おめでとうございます。次ですね、立花賞、じゃあまたドラムロールお願いします。バン、はい、レコナミズ、おめでとうございます。はい、LINE をすごくよく使っていただいていて、なんかこうイオユース的にもそのテクノロジー的にも一番説明を聞いててパッションを感じたというところで、選定させていただきました。ありがとうございました。はい、じゃあそれではですね、最優秀賞になります。いやー、ドキドキですね。じゃあ皆
皆さんドラムロールまたお願いします。はい、バーン、はい、人でぼっちおめでとうございます。議論は白熱してですねすんなり決まったわけではないんですけれども、あのお互いに助け合う関係ができる、まあ、そういうことになれば本当に素晴らしいことだなというようなことから、あの評価されたものと思います。また多く の, あのメンバーでですね、あの非常に、みんなで作り込んだ、みんなで考えたというところも、あの大きく、まあ、評価された点かと思います。どうもおめでとうございます。将来にわたっての政策課題をどう設定していくのかというのは、この行政側にとっても大きなテーマとなっていますので、そういったものも皆さんの中から、私も参考にさせていただきたいなというふうに思って今日は臨んでまいりました。とても参考になりまして大変ありがたいなと思っておりますのと、まあ、望むらくば調布の地域課題というのテーマがあるとよかったなと思いもありましたけども、またあの内閣さんぜひ調布でやっていただきたいというふうな思いもございますので、その際はぜひと、まあ、いうふうに思っております。大変今回ありがとうございました。なんかこういろんなものが簡単にできるようになっちゃったから、だから素人でもあそれってなんかできませんよ普通にっていうような感じがやっぱり自分の中で芽生えるんだなってことを一つは感じました。もう一つはなんか倫理的にこれってなんかこうやっちゃっていいのかなっていうようなところまでできちゃうんだなって思って、なんか皆さんのこれから倫理しっかり守りながらやってほしいなっていうようなことを思いました。そんな中で私はあの一人でやられてた、あの後で LINE の方だって後で知ったんですけれども、一人でやられた方のやつが不動産のやつやられてて、これ調布でやってくれないかなと。調布で今ちょうど空き家の対策の私委員やってるもんですから、ちょうどこれ使えてなんかいい感じでやってくれて、実験でですね LINE さんがやってくれたらいいんじゃないかななんて思いながら聞いてました。皆さんご苦労様でした。すごくエネルギーに満ちたクリエイティブな場だったなというふうに思います。クリエイティブを図るっていうのは本当にあのこれからの日本の課題だとも思います。で、私がコメントさせていただくのは、メガマウスさんなんですけれども、お二人でやられていて、技術の方じゃなくてプランナーの方お二人だっていうふうに、ちょっとだけ技術っていうところでやられているんですけど、あのデモのもう LINE の中に実装されている感じだとか、すごく完成度が高かったのと、ご自身のお友達の経験体験があまりにも見ていて大変だと、医療関係者の方のところにこうフォーカスしたっていうところ の, その最初の起点がすごく、それぞれ皆さんもそうだと思うんですけれども、解決したいという熱意がすごく伝わってきました。昨日はほとんど寝てないんじゃないかなというような、そういう方も多いんじゃないかなと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。クリチを測りますっていうチームの方、あれめちゃめちゃ大事なテーマだと思ってて、日本中にいろんなその 絵描きさんであったりとか、そのクリエイティブセンスを持った人たくさんいるはずなのに、その人たちがちゃんと評価されてない、要は金が循環してないっていうのが有志時代かなと思ってますと。なんでそういう軽量の指標さえこれから練っていけば、あの手のなんだろうシステムっていうのは、今でいうバリューとか今でいうタイムバンクみたいな、ああいうポジションって取れるのかなっていうのを思いながら見てました。お疲れ様でした。はい、審査員の皆さんありがとうございました。ということで、今回の会は、一旦ここで締めたいなと思います。いやーすごいですね。いやなんかその他のチームもそうだったんですけど、今までこうアイデアとかビジネスみたいなのでアイデアソンみたいなのが出たことあったんですけど、ハッカソンでこうやってこうプロダクトもあるデモみたいなのをやったのが初めてで、自分のチームもそうなんですけど他のチームも含めてこう触れるものがあるっていうのがすごい面白かったなと思います。2日間置いて、まあ、エンジニアとしてのプレッシャーが結構大きかったですね。
まあでも最終的にまあ動くものができて安心しました。以上です。テーマがすごい良くて、その社会貢献っていうところがすごくいいテーマだと思ったので、私もこういう分野に興味があったので、こういう企画に携われたのはすごい嬉しかったです。ありがとうございました。僕は画面側を主にこう実装することに携わったんですけど、最終的にこうサーバーに上げるときに動かないっていう緊急事態が起こって、で結局そこで方針を変えて、まあ、ローカルで動くようなまあアプリになったんですけど、初めてのハッカソン参加だったんですけれど、すごく楽しくて、メンバーにも恵まれて、なんていうんですかね、すごく活発な議論を多分一番どのチームよりもやった結果、いいテーマが出せて、それでいい作品が作れたっていう意味ですごく充実してて楽しかったです。なんか高校時代の文化祭に戻ったような気分になって、本当に面白かった2日間でした。ありがとうございます。まあ、チーム池田で、まあ開発をしてました。2日間ですね、結構詰まったことが多かったんですけれども、でも終わってみるととっても楽しかったなって思います。まあ、今まで触れたことがないようなですね、技術に触れることができて、まあ、今後の自分の、まあ、成長にもなったなっていうふうに思います。参加してよかったです。最初議論が発散したんですけど、なんとかプロダクトまでたどり着けてよかったです。結構好き放題できて楽しかったですね。もう今回は新しい単位を開発するってことができたんで、僕の中ではすごく満足してます。ありがとうございます。結構チームメンバーが楽しい人が多かった、楽しかったです。アプリの中にその輪札のデータを組み込んで、そこに IoT のデータを組み合わせれたのが良かったかなって思います。はい、ありがとうございました。自分が仕事の中で日々問題というふうに考えていることが現実のものになって本当に良かった。さらにそれを評価していただけたっていうのが本当に嬉しかったです。で一番良かったのは素晴らしい皆さんと出会えたことが本当に資産価値がありました。ありがとうございます。